幸子さん、健全度ってベース位置とストレスの有無によって動く範囲がありますよね。あ、うん、なので段階6がベースってわけでもないんですよね多分、うんうん、ああもち、うんうん、あはいはい、なんかリソさんの本かなんかで、はい、幼少期の過ごし方でベースが決まるみたいな。あ、そうですね、要はありますよ、ね、ベースが3つぐらい、うんうんうん、だいたいみんなその3つぐらいを行ったり来たりして、はい、でそれが、リソさんの本だと、うん、段階3から7ぐらいのうちのどこか3つを基本使って行動してますっていうのがリソさんの中で書かれています。あのハチコさんがもちろんおっしゃる通り、うん、でただ僕がこの、うん、じゃあ僕は多分456で生きてるっていうことなのかなっていう理解です。あ、うんうん、で自分が6の時にすごいピンとくる、うんはい、だからまあ中にはこうあれですよね、345の人もいれば、いれば567ぐらいの人もいる、7も人もいるっていうことなんだと思ってます、うんうん、行動思考を制約を受けたり強制されたら簡単に健全度は下がりそうですが、上げるには一体どうすれば、仮面巨人さんから健全度を上げるにはどうすればいいんでしょうね、うん、ね、今楽しいですけどね。楽しいとか楽しくないでもないのか、あ要は、うん、何苦しくない、そうです、悩まず自分がやりたいことをやるために考えるのが苦手なくせにこういうことをやろうって考え、習慣が苦手なのにちゃんとこの編集っていうのをちゃんとやってる、ストレスなく、だからうんと、まあ、最近の話でいくと、はい、チャンネル登録者数が増えなかった、増えなかった2週間、2週間、魔の2週間、うん、はすごい落ち込んだっていう、はい、っていうところじゃないですか。もう何にもやる気がしない、うん、なのでそれを健全度が低い悪いって考えていいのかなって、ちょっとそこがだからそういうことをきっかけに健全度が下がるって話ですよね多分。あ、簡単に下がるってことですね、うんうんうん、はい、だからそこでこう下がらないように意識する、意識して下がらないのか、あ、うん、僕の中では読書なんですけどね。でも結局あ、分かんないですけどね、分かんないですけど、どんな状況でも読書してれば、はい、幸せを感じられるのか、まあ、いい文に出会えればああこれやねっていうのに、 あとはまあこれは動画をやってるので、うん、使えるじゃんが出てくるんですね。あ、これ動画で喋れるやつって、ああ、はい、本の内容が、本の内容で、うんうんうん、で僕みたいに悩んでる人のためにっていうと、うん、メサイアコンプレックス丸出しですけども、はいはい、FK さん上がりたい、多分好きな、何が好きなことやるといいんですけどねと思うんですけどね、うんうんうん、あ、もちろんその好きなことをやることでストレスをためることは全然あると思うんですけど、うん、まあなんかでも Q としては好きなことに逃げてる感じもあるんですよね。あ、というのは健全度がやらなきゃいけないことをやった方がいい、はい、Q の人は好きなことをやりましょうみたいな、はい、なんだろうな、好きなことは他といてもやるんですよ、はいはいはい、あ、分かんないですけどね他の人は、僕の場合は好きなことはやるなって言われてもやりますよ、はい、なるほど、そうだけどこう好きじゃないことあるじゃないですか、仕事とかやれよ作業、なんかの作業、はい、作業ね、うん、はいはい、やりたくないことがあると好きなことに逃げる、はい、FK さんいかがでしょうか、はい、やるとやでも、うん、じゃあそれをやると健全度というかその、うん、気持ちよくなった気分は上がったりしますか。気分あんと気持ちよくなって気分は上がるんですけど、はい、同時にこう仕事をほったらかしてるっていう気分は下がるわけじゃないですか。でこっちの、うん、ほったらかしてた方をやった時の気分ってどんな感じなんですか。ほったらかしてた時にやった時の気分はいいですよ。それもやっぱりいいものはいいんですか、ね、うん、いいものはいいですよ。あ、じゃあコマちゃん我慢してることをやってみてくださいと、うんうん、あ、だから3ですよ、目標をちゃんと作って、はい、行動しましょうだと思うんですよ、ね、あのエニアグラムは本当書いてあるね、そう書いてある、うん、なるほど、ちゃんと自分のやらなきゃいけないことをちゃんと知った上でそれに向かってちゃんと行動しましょうっていう、いかがでしょうかと、うん、ハチコさん、まあ大概の人はベース位置はレベル5って話もあるしと、うんうん、まあそうなんでしょうね、まあ、そうですよねきっと、そうなんでしょうね、僕で言うと受け身で攻撃的な人受け身で僕も受け身でなんとかな人でしたよね。いや体調は、急なので、うん、あ、そうですね、受け身で物事に関わらない人関わらない攻撃的か離れるか離れるか、はい、はい、まあここでやってることですねはい、はい、おっしゃる通り、うん、でハチコさん4と6動いている人ならレベル6は
普段動く範囲の加減だから、うん、一番反応的になっている状態ですよね、うん、だから思い当たりやすい、うんうん、は道理かな、うんうんうん、本当多分ここなんでしょうね。だから3のところは、はい、多分上がりすぎてて、もう分かんない、分かんないですね、多分ここあたりはない。だからそのタイプを知るには、うんうん、あなたが悪い時のことを話してみてください、うんうんうん、多分話すわけないんですけどね、うんうん、人前でそれを、はい、うん、そうだよ、うん、話すわけないよ、話すわけないんですよ。あの深夜1時の部屋の一人のあなたの時の気持ちを話してください。話すわけないですよね、うんうんうん、時々占い師みたいな人が話させるのが上手な人がいるって話ですよね。はいはいはい。はいの人さん、健全での指標としてはエゴグラムが有効かもしれませんねと、うん、あれは心が不健全になればなるほど、うん、図形が、あ、なるほど、図形が先鋭化したり、うん、グラフの平均的な高さが下がる。ああ、要は下がったりドーンと出る、要は一個だけが急に突き抜けたり、うん、っていうのが要は、うん、棒グラフの一個が突き抜けたり、うん、全部が下がる。エゴグラムとエニアグラム、うん、どこかで動画を撮りましょうよ、うん、はい、なるほど、そういうやつですね、うん、仮面教授さん、読書によるインプットよりそれを動画でアウトプットする方が効いてそうですね、うん、多分そっちの方があれですよ。そう、本当、うん、皆さんの咀嚼を受けて、うん、あ、なるほどなと思うことが多いです、うんうん、アウトプットがインプットにもなってる。本当に、ね、うん、ありがとうございます、はい、次々としていきたいと 思ってます。健全度上げようと思って何かやって上がるは、うん、まやかしだと思ってるわらと、うん、それはあるかもしれない。なるほど、振り返ってみれば後ろに道ができてた的なもんかなと、うん、じゃあ意識してできないんですかね、健全度を上げるのは。あ、まあ、でもこう目標はないと本当に、はい、下がりそうな気はしますけどね、はい、止めることぐらいはできるかもしれない。と止まる、とどまるみたいな、頑張ってとどまるぐらいは、せめて 4ぐらいでとどまりたいっていう意識ですね、うんうんうん、意識、そう、それを3にしようとか思うとなかなか難しい。おこがましいと。おこがましいとかはあれですけど。はいの人さん、タイプ5が健全度下がった時のエゴグラム、 A が高くなって FC が下がってきませんか。 A っていうのは大人、アダルト、ちゃんとしなければならない、うんうんうん、っていう理論的な部分、うん、で FC っていうのはフリーチャイルド、うん、自由なことが、やりたいことがやりたい、そんなのダメだって話です、はい、ダメだ、うん、遊んじゃダメ、うん、ちゃんとやるべきことをやらなきゃいけない、やらなければいけない。9は逆な気がしますよね。なるほど、うん、AC、うん、適応する子供、うん、でもないんですね。だから健全度が下がった時に、はい、やらなきゃいけないことをほったらかしてやりたいことをやり出すって、はい、僕はさっき言ってた、なるほど、感じじゃないですか。なるほど、9はなのか僕がなのか、はい、FC が上がるのか、 FC が上がるのか、例えばA、アダルトの部分が下がるのか、うん、極端に、うんうん、ハイノヒトさん当たりですと、今は健全、ハイノヒトさん自分はご自身が健全なので、うん、A が優位、アダルトの部分、うん、で NP、うん、ナチュラリングペアレンツ、うん、FC フリーチャイルドの部分が高めの、うん、A が優位、うん、不健全になると、うん、CP っていうのはクリティカルペアレンツ、うん、批判的な親、うんうん、や ACアダプトチルドレンが上がってくる、うん、ダブル型になるよと、うん、ハチコさん、よく言われるのは行き先もわからん電車に乗るなって言いますよね、うん、言いますよね、うんうんうん、動画でも上げましたよね。ありましたね。要は反応してしまう瞬間に気づけ、うん、そう、電車に飛び乗るな、一呼吸を置けで呼吸は大事さはめっちゃ言われますと、うん、息は今ここでしかできないから正確に持って行かれるのを止められると、うん、はい、電車に飛び乗るなって言いますもんね、はい、っていうのを、まあ、このハチコさん、うん、タイプご自身タイプ8、8息してますかと、ちゃんと、うん、飛び乗ってませんか、飛び乗ってませんかと。僕は結構飛び乗りがち、うんうん、なのでそうですね、やっぱり忘れますよね、うんうん、一呼吸を置くのを、うんうんうん、まあ、そういうところじゃないですか、意識、あ、うん、そうですね、本当、うん、意識してないですね、上げようと思って上がらないけど意識しないといけない、本当、うん、一呼吸、電車に飛び乗りがちです、うんうんうん、今思い出しました、また、うん、まあ、だから多分みんなそうなんですよ。なるほど、その電車がどんな電車か、はい、僕だったらこう諦め、まあしょうがない、
これはしょうがない、しょうがないの電車が来る、ガタンゴトンガタンゴトンって急行の電車がバーッと来て、あ乗らなきゃついつい乗ってしまうみたいな。なるほど。だけどその電車に乗ってはいけないですよ。いけないってことですね、うん、あじゃあ一回、うん、そうですね、うん、電車は見送った方がいいですね。見送った方がいいんですよ。一呼吸、次の電車乗った方がいいですね、うん、その電車ちゃんとあなたが行きたい方向の電車ですかっていうのをちゃんと判断しましょうっていう、何かをやるときに、うんうん、それが来たとき、それだ。いや僕もちょっと僕の思い当たった点で言うと、はい、ツイッターでもう落ち込んでるっていうのを、うんうん、打ち込もうとしたときに、うんうん、一呼吸置いたんですよ、うんうんうん、これを見て人は楽しいのか、お前47のおっさんの落ち込んでますわ、うんうんうん、売れるコンテンツかって考えてやめたんですね、うんうんうん、多分やっぱ一呼吸は大事ですね。一呼吸は何かをやるときに、うんうん、確かに。だから厄介なやつじゃないですか。僕は厄介僕は厄介なやつですよ。厄介なやつですよ。厄介なやつが来た時に乗っちゃいけないって話ですよ、はい、あそうですね、うん、僕の中の厄介なやつが来た時に、うんうん、それを出してはいけない、出してはいけない、来た来たみたいな一呼吸を置きましょうっていう。あもうエニアグラムはだからなんで MBTI のが人気あるんですかね。なんでですかね。 MBTI の方が人気があるんですよ、うん、ね、人気だ。検索件数で言うと、うん、そうなんか10倍ぐらいありますよ。あもっとあったの。400万と40万ぐらい。400万、あ違ったな、4000万と40万ぐらい、それぐらいの差があるんですよ。そう検索で、うん、MBTI のが人気あるんですよ、うん、でもやってて MBTI、 エニアグラムの方が絶対面白いんですよ。まあこれもあれですけどね、 MBTI の方が面白いっていう人がいるかもしれないんで、あ次の動画では MBTI の方が面白いって言ってあげます、はい、うん、そういうやつです。非常に面白いんですよ。面白い、はい。あハチコさんすいません、乗るよと乗るよわら乗るよと、うん、で、あ乗るよ、あ乗るな、うんうん、もあれば、うん、乗ってまいもあると。あ言ってまい、でもちゃんと一応見てドローンはある、うん、はい、あもう乗ってまえと、乗ってまえ、やいてまい出せんですかね。はい、はい、の人さん、とりあえず乗ろうとなっている時が、うん、かなり不完全に至ってますね、経験上、うんうん、やっぱり電車は乗らない方がいいですね、うんうん、だから本当にそれは乗っていい電車かを冷静に判断しろじゃないですか。まさに、うん、それが来た時に、はい、だから6だったら厄介なやつ、劣等感をあそうですね、うんうんうん、っていう、そうですね、うん、で9だったらその諦め、なんか問題が起きた時にもういいやこれは運命だって諦めそうになった時に、はい、本当に諦めていいのかですよね電車乗るなですねこれはそう、うん、そのとても多分心地よさそうな電車が来るんですよ、うん、もう乗りやすい電車そうだ、待ってた電車が来るんですよ、うん、そうなんですよ、本当にあこの電車待ってたって一瞬思うんですよ、うんうん、すごい快適そうに見える電車が、うそうグリーン車みたいなのが来るんですよ、肘掛けがある、肘掛けが、うん、肘掛けがある電車が来る、うんうん、乗っちゃダメですねそれ、うんうん、まさしく、あでも10年前よりは乗ってないと思うな、うん、あ、はいはい、ハチコさんも、うんうん、それはエニアグラムを伝えるものとして、うんうん、いかがなものかと、まあ、乗ってまえはってなったんですかね、なったんですかね、うん、斉藤さん、統合の方向のタイプを真似る、うん、目指すのも一つの手かもしれませんね、うんうん、と、まあ、方向は多分そっちだとは思う、うん、はい、うん、ユングとリソのネームバリューの魚と、あまあそうですね、ユング、結局 MBTI はユングにたどり着くので、うん、そうユングなんですよ、ユングなんですよ、うん、そうなんですよ、リソさんとかね、グルジェフとか言われてもね、グルジェフそうなんですよねそう、はい、神秘なんですよ、そう、はい、あとこれ難しいのは統合のタイプを真似てもなかなか真似られないのが悲しいですね、うん、と、うんうん、無意識の時が一番真似られるという、あ、まあ、それはあるんですよね、無意識何かやってる時、そう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 、なんでしょうね、うん、はい、FKさん、上にはどんな景色が待っているんだと上には、まあ、や電車を乗り過ごした上で、うん、その電車に乗らずに、うん、次に来たちょっと苦しそうな、うん、そうちょっと苦しそうな電車に一回乗ってみてはいかがでしょうかと、うんうんうん、エニアの最終到達点は下脱に近い、下 脱、 まあ、下脱ですよね、うん、はい、1は本当にそのレベルですもんね、はい、エニア各種のテキストには真似ても意味なしと明言されてもいますしねと、うん、その多分行動だけを真似ても、あ、まあ、まあそうでしょうね、はい、
無意識にそれをやってればまあそうなんでしょうね、うん、でもまあ意識しないとできない部分でもあるじゃないですか、囚われてるんで、まあ、我慢して、はい、あ、もこさん、この電車に乗らなくても大丈夫かもって思えた時、うん、なんか景色が違って見えたことがある、うんうん、あ、だからその乗らなかったことに対する成功体験みたいなのもあるかもしれないですよね。あ、うん、でもなんかよく言う、うん、なんかチャンスの神様は前髪しかないとかっていうじゃないですか、あの辺の、うん、あの辺はどうなんですかね。どうというと要は、うんうん、あれって電車に乗る行為じゃないですか、うんうん、まあでもチャンス、その乗らない行為を、いや、なんかカーネギーの話もあるじゃないですか、鉄鋼を立った時に30分で、うん、30分だったか、要は何分で決めろみたいな、うん、あで3分ではいと言ったからお前を認めたみたいな、それ、まあ、チャンスは掴まないと逃げてしまう。あ、そっか、反応とは違うってことですね。反応とは違う、なるほど、うん、なるほどなるほど、そっかそっか。例えばこの9だったら、はい、多分逃がしがちだと思うんですよ、はい、はいはいはい。でもそれはあの逃がしましょうの電車が来るんですよね、多分。そうそう、もうちょっとなんか判断できないっていう電車が、はい、来てそれに乗っかってしまってるみたいな。オッケー、分かった、そういうことです、うん、あ、面白い、エニアグラムは面白いですよね本当に考えるのがめんどくさくて真似始めたのですが、無意識に上がるもんなんですね。多分無意識が上がるの、あ、多分無意識の状態を上げないと上がらないってところはあるけど、はいはい、まあ、意識しないとその無意識も、意識しないと多分ずっとその中をぐるぐるしてるだけじゃないですか、はい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 、タイプの5人っていうところから、うん、健全度を探るのが一番いいっていう基本の部分にあたり、うんうんうん、それをなんか腑に落ちた、腑に落ちた回でした。とても素晴らしい、うんうんうん、やっぱ基本的なところが一番面白いかもしれないですね。そうですね、うん、はい、っていうこの土曜日の朝のライブでは、はい、このエニアグラムの知識を深めていくのをやっていきたいと思っています、はい、あの出て喋ってくださる方全然、うんうん、いつでもどうぞと思ってます、はいはい、コメントもどんどんよろしくお願いします、はい、コメント出てきてますこのチャンネルは、はいはい、というところでありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。